乃木坂46の4期生であり、野球好きと知られる黒見明日香がメジャーリーグベースボール以下 MLB の魅力を伝えるウィークオブリ企画 MLB 連載 9-6-3 のファインプレイ。乃木坂46の野球好きの久保詩織、向井葉月、神奈川沙耶、柴田優菜と共に結成された乃木坂野球部のメンバーであり、アベマベースボールスペシャルサポーター、そしてゲスト出演していたアベマの MLB 中継内では、あらゆる野球データが記載された直筆の通称、黒見ノートが視聴者の間でレベルが高すぎるとたびたび話題になった。今回から4週にわたって今年1年間を振り返り、黒見が独断と偏見でア・リーグ、ナ・リーグのポジション別に印象に残った選手を選ぶ、黒見セレクションをお届け。第5回はア・リーグセレクション前編をお送りします。より小さい MLB ゲスト解説を振り返ってより大きい、アベマベースボールスペシャルサポーター、そして4月から番組に参加してきましたが、9月23日のツインズ VS エンゼルス戦の中継への出演で今シーズンは最後となりました。率直な感想を教えてください。黒見、4月から大谷翔平選手を含めた日本人選手もそうですが、ファンの方々と MLB を一緒に見ることができたことがすごく楽しかったです。いつも以上にあっという間に終了したシーズンでした。アベマの中継に参加したばかりの頃は、どうしても何か言わなければ、という思いが強く、変に考えすぎてしまったところがあったのですが、途中からは一ファンとして応援しながら見ていたので、より試合を楽しめるようになってきました。より小さい充実のシーズンで成長みかん。から4月の放送と5ヶ月経った9月では、どんな部分が変化したと思いますか？黒見、最初の頃は、変な言い方かもしれませんが、中継のために MLB の勉強をし直すみたいな感じでした。でもだんだん中継のためというよりも、自分が楽しく見るためにいろいろ調べていることに気づきました。完全に仕事というよりは、生活の一部になっている感じです。楽しんで野球を見るために、選手のことを知りたいという気持ちになれたことで、より MLB が身近になっている気がします。今年最後の放送では、DJ ケチャップさんとの掛け合いも見ていてすごく面白かったです。結構突っ込まれていましたね。黒見、よくアベマさんの番組でケチャップさんの声は聞いていたので、もともと明るくてすごく場を盛り上げてくださる方だというのは知っていたのですが、実際を愛して、本当に実在している方なんだ、と感動してしまいました。ご一緒して、とにかくリラックスして臨めるような空気を作ってくださる方だなと。選手の情報などをいろいろ調べていたのですが、それ以上に試合の中で自然に生まれるフリートークみたいなものがとても楽しかったです。より小さい黒見セレクションアリーグ編、これまで見たことのないような黒見さんの新たな一面も垣間見ることができた放送でした。では、ここからは本題の黒見セレクションのお話をお伺いしたいと思います。最初は中継の多かった大谷選手のエンゼルスが所属しているア・リーグ編。まずは先発ピッチャーからお願いします。黒見、先発はやっぱりエンゼルスの大谷翔平選手をセレクトしたいです。開幕当初はスイーパーという球種が決まって好投していたのですが、少しずつ結果が出なくなると、今度はツーシーム系のボールで組み立てるようになり、さらにあまり昨年は投げていなかったカーブを投げたり、試合ごとに球種の割合を変えて変化しているのがすごいなと。キャッチャーのチャド・ボーラック選手も、大谷選手はその時の調子をしっかり把握して、自分でどの球がいいのか判断ができると話していたんです。試合中微調整を行っているというのが、本当にすごいなと。立って打者としても打席に立っているわけで。来季は投手の大谷選手は見られないと思いますが、復帰してからもとても楽しみです。より小さい藤浪バッテリーをチョイス。次に中継ぎ、抑え投手はどの選手を選びましたか？黒見、オリオールズの藤浪晋太郎投手にします。アスレチックス在籍時は、結構打たれてしまうこともあったのですが、途中からキャッチャーとの相性も良くなって、すごくいい感じになりました。オリオールズに移籍したのは驚きましたが、これが MLB なんだ、と痛感しました。やっぱり移籍や降格、昇格がとても多い。
すごくシビアな世界だなと。でもオリオールズに移籍してから、9月は非常に防御率も良く、100マイル以上のスピードボールもすごく魅力です。相棒のアドリー・ラッチマン捕手との信頼関係も見ていてワクワクします。キャッチャーをお願いします。黒見、その藤浪投手の相棒であるアドリー・ラッチマン捕手にしたいです。藤浪投手が3ボール、ノーストライクになってしまった時に、ラッチマン捕手が声をかけると、そこからコントロールが良くなって三振というパターンを結構噛んでいるんです。もちろん藤浪投手の実力があるからだと思いますが、サブンラッチマン捕手の声掛けもすごく効果があるのかなと思うんです。藤浪投手とラッチマン捕手は、とても相性が良さそうですね。黒見、そうなんです。オリオールズへの移籍はとてもいい出会いだったのかなと思っています。次は内野手に行きます。ファーストは強打者が多いですが、どの選手を選びましたか？黒見、タイガースのミゲル・カブレラ選手にしたいです。現役で唯一の三冠王経験者ですし、これまでの実績もすごい選手です。さらに大谷選手との絡みも結構あるのが印象的です。カブレラ選手が打席に入る前に、ベンチにいる大谷選手に挨拶したり、あれだけの偉大な選手なのに、すごく親しみやすい感じがします。実績はもちろんですが、人柄でもチームに好影響を与えているんだろうなと想像できるところも、とても魅力的です。野球に真摯に取り組む姿も大谷選手と似ているのかなと。今季で引退するという報道もありますが、まだまだ見たいという気持ちを込めて、カブレラ選手を選びました。セカンドをお願いします。バル、黒見、二塁手はエンゼルスのブランドン・ドルーリー選手にします。ドルーリー選手は、ベンチの中で若手の選手やミスをしてしまった選手に声をかけている姿が印象的ですし、打撃面でもホームラン24本、9月30日現在、も打っているなど、すごく心強い選手です。大事な場面でホームランを打っている印象もあり、打席に入ると何かやってくれるのでは、という期待があります。エンゼルスはホームラン数がとても多いんですよね。続いてはサードの選手をお聞きしようと思っていたのですが、ここからは自習にお願いします。バル、黒見、はい、わかりました。魅力的な選手がたくさんいてすごく難しいですが、頑張って選びます。黒民の今週の推し選手、第4回、ガーディアンズ、ホセラミレス選手。このコーナーでは、黒見アスカが、毎回一人ずつ MLB の注目選手をピックアップしていろいろと語るコーナーです。第4回目はガーディアンズの主砲ホセラミレス選手、黒見、ラミレス選手はガーディアンズ一筋でチーム愛はもちろんなのですが、大谷選手が話していて面白いというように、すごく人柄も良さそうな選手。身長も175センチとそこまで MLB 選手の中では高くないのですが、パワーヒッターで自分なりの打撃フォームを見つけていてすごいなと思います。また吉田選手はフィリーズのブライス・ハーパー選手が憧れと話していましたが、実はラミレス選手も好きだとレッドソックスのアレックス・コーラ監督がおっしゃっていたという報道も見ました。一流選手が好きという選手ってやっぱりすごく魅力的だなと思います。あとはスイッチヒッターでホームランをたくさん打つというのもすごいなと。6月の試合では、通算200号ホームランを3打席連続で決めたのですが、左右両打席で打ったのは圧巻でした。定番体当たり企画、黒民 MLB モノマネ、プロ野球解説者の里崎智也さんのバッティングモノマネが話題になり、直々にバッティングフォームを伝授された黒民さん。知識だけでなく体を張って MLB に数多くいる特徴的な、クセスゴ、選手の再現に黒民さんが果敢に挑戦。あなたは正解にたどり着けるか、前回の答えは、史上最年少での通算300セーブを達成したフィラデルフィアフィリーズ所属のクレイグ・キンブレル選手でした。通称、威嚇ポーズ、と呼ばれる状態を水平にまで倒し、右腕を軽く前に出すポーズが特徴的。2013年 WBC アメリカ代表でもあった。そして今回は、NPB でもプレー経験がある元 MLB 選手を再現。次週の答え合わせをお楽しみに。
次週のテーマはクロミさんが選ぶ2023年のクロミンセレクションアリーグ編後編をお届けいたします。クロミさんがゲスト解説を務めたアベマでは MLB2023 シーズンの公式戦の計324試合を生中継してきました。今後もプレミアリーグやブンデスリーガをはじめ、様々なスポーツ中継もお届け。